アイスアイスクルリンアイス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 でカモン。いけもう売ってる、買わなきゃということで買ってきました。おしゃべりたくさんクルリンアイスクリームショップ。おお、夏にぴったりアイス屋さん。このディッシャーでアイスをつかむんですか？その通り、アイスは重ねられます。全部重ねたい。そしてアイスの上にトッピングすることもできちゃうんですね。持ち帰ることもできます。持ち帰り用の箱は大人の人に組み立ててもらいましょう。この中に重ねて入れるのは無理そうだね。さらにこのおもちゃの見どころは、見どころはディズニーキャラクターが喋るんです。すごい。しかも15人も豪華。レジを押すかターンテーブルを回すとランダムで喋ってくれます。誰が喋るかわからないんだ。それだけじゃないんです。ほう、なんと30秒放っておいてもキャラが喋ってくれるんですね。なんで？たまには放っておくことも必要ということですね。はい。ただ放っておきすぎるとおもちゃが寝ちゃいます。寝ちゃうの？そんな時はレジを押すかターンテーブルを回しましょう。すると再びキャラが喋ってくれます。おお。それでは早速遊んでいきましょう。待ってました。いらっしゃいませ。カップどっちにしますか？コーン。しかもコーン。うわー、めっちゃ緊張する。お願い。アイスアイスクルリンアイス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 でカモン。おー、できた。どうぞ。アイスアイス。わー、アイスアイス。もう一回作ろう。気を取り直してもう一回。両方とも見てほしいな。ここのボタンを押すんだ。またなー。